皆さんこんにちは、自称レゴブルーダーヒュイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイター海の秘宝探検です。はい、今回はこちらをレビューしたいと思います。こちらのレゴクリエイターは2022年の6月に発売されました。こちらのレゴクリエイターなんですけど、僕がいつも行っているトイザラスやレゴストアにも売ってませんでした。はい、外箱はこのようになっていて、巨大ダコと潜水艦が目立っています。こちらはレゴクリエイターなので、潜水艦と巨大ダコ以外に巨大伊勢海老と小型潜水艦と巨大マンタとサンゴ礁を組み立てることができます。はい、箱の後ろはこんな感じです。はい、今回の動画はこちらの潜水艦と巨大ダコを組み立てます。はい、完成。巨大ダコと潜水艦です。おー、今回のレゴクリエイターも完成度めちゃめちゃ高いですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で45分かかりました。今回のレゴクリエイターに付属するミニフィグは全部で2体です。ダイバーと骸骨です。まずダイバーはこのようになっていて、このダイバーのスーツがなんか宇宙服っぽくて結構好きです。で、こちらのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように表情を変えることができます。はい、続いてはこちらの骸骨のミニフィグです。骸骨のミニフィグはレゴクリエイターのローラーコースター以来ですね。これはですね、お宝を求めた人の、まあ、慣れ果てですね。ちょっとかわいそうです。足にはフィンがついていて、背中に酸素ボンベがあって、シュノーケルをつけています。ちなみにシュノーケルを外すと、はい、こんな感じです。はい、続いてはこちらの潜水艦です。全体はこのようになっていて、この潜水艦なんですけど、めちゃくちゃメカメカしくてすごいかっこいいです。はい、近くで見るとこんな感じで、これがライトで、この中が操縦席で、この2つがロボットアームで、下にライトがついてます。側面のここがライトで、ここがモーターとなってます。後ろから見るとこんな感じです。で、ここにカメラがついています。では、この潜水艦のギミックを説明したいと思います。まずこのライトの部分がこのように稼働して、カメラもこのようにヒンジで動きます。ロボットアームはここがボールジョイントで、ここがヒンジになってますので、こんな感じでグリグリと動かせることができます。個人的に言えばロボットアームなんかちょっとちっちゃい気がするんですよね。まあ、これはしょうがないかそして中のハッチがこのようにヒンジで開きます。中は操縦席になっていて、これが操縦レバーです。付属のミニフィグを乗せることができます。
はい、乗せてみるとこんな感じで、もうこれ完全にあれですね、コアロボですね。後ろのモーターのプロペラがこのように回転します。ちなみに後ろのハッチなんですけど、稼働はするんですけどマックスここまでしか動きません。個人的にこの中に小型ロボット入れるんじゃないかなって思ってたんですけど、これはもうこんな感じでしか動かせませんので、まあこれ飾りですね。続いてはこちらの宝箱です。全体はこのようになっていて、金庫は全体的のカラーはダークグリーンとなっていて、一部金色パーツが使われています。おそらくなんですけど、この金庫自体は実は金色だったんですけど、長いこと海に沈められて苔だらけになったと思います。上には海藻と貝がついています。金庫はこのように開くことができて、中には宝石と金の延べ棒が入っています。個人的にはこの金庫の開閉ギミックが結構好きです。はい、続いてはこちらの巨大ダコです。今回の巨大ダコめちゃめちゃでかくて完成度すごい高いです。はい、全体をぐるっと見るとこのようになっていて、やっぱでかいし完成度高いな。さすがレゴクリエイターですね。近くで見るとこんな感じで、今回のレゴクリエイターのタコめちゃくちゃ気合入ってることがわかりますね。そして僕がこの巨大タコで一番好きなのは足です。ちょっと見えづらいんですけど、足が全部で8本あって、さらにこの足の裏にはなんと吸盤が再現されています。3、4年前に組み立てたレゴクリエイターの深海の生き物のイカを思い出しますね。あれ確か吸盤ついてたかついてなかったか、どっちだっけ忘れちゃいましたね。裏面から見るとこのようになっていて、全部の足に吸盤がついているのでめちゃくちゃ気合入ってます。真ん中のこの軸の部分はおそらく口だと思います。はい、続いてはこちらの巨大ダコの可動範囲について説明します。今回の巨大ダコなんですけど、めちゃくちゃ動きます。まず目の部分がこのように可動しますので、表情をつけることができます。こんな感じで困ってたり怒ってる表情を再現することができます。そして足なんですけど、ここがボールジョイントで、他2つはヒンジになってますので、このようにグリグリと動きます。しかもこれが8本ついていますので、めちゃくちゃ動きますね。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることもできます。足がこれだけ動くので、こういうポーズも決まりますね。潜水艦と並べるとこんな感じです。今回の巨大ダコと潜水艦なんですけど、おそらくこの巨大ダコが宝箱の番人で、その横たわってる骸骨は宝箱を取ろうとしたら巨大ダコに襲われてこのようになってしまって、今回は潜水艦に乗って宝箱を回収しに行くみたいな感じだと思います。これ一部の人しか知らないんですけど、僕はなんかこれを見るとセガのオーシャンハンター、あれを思い出しますね。あれのステージ1のボスがクラーケンという名の水ダコなので、なんかよく考えたらオーシャンハンターですね。はい、レゴクリエイター海の秘宝探検の潜水艦と巨大ダコはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター海の秘宝探検の巨大ダコと潜水艦を組み立ててレビューしていました。まず潜水艦なんですけど、全体的にメカメカしくてとてもかっこよかったです。これちょっと言うの忘れてたんですけど、 3,4 年前に組み立てたレゴクリエイター海底探査ロボを思い出しました。あれと並べて強化合体したらなんかかっこよくなりそう。でさらにこの巨大ダコなんですけど、全体的に完成度が高くてとても良かったです。個人的になんでこのレゴクリエイターがいつも行っているトイザラスにないのかがちょっと不思議です。はい、次の動画では小型潜水艦と巨大伊勢海老を組み立てます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。